危ない。突然だけど、みんなは宇宙人の存在って信じる？本当に突然だね。お久しぶりの登場したと思ったら何を、やぶから棒に。今日は霊夢さんに降臨してもらったのです。降臨、なんか神々しいね。それでみんなは宇宙人はいると思う？宇宙人さんですか？そう、宇宙人すなわちエイリアンだよ。どうかしら、宇宙は果てしなく広いから、どこかにはいるんじゃないかしら。地球に来てるかと言ったら微妙だけど、宇宙のどこかにいても不思議じゃないよね。それで、なんでいきなりこの話題なの？私、オカルト好きなんだよね。夏といえばオカルトの季節。オカルトと言ったら、やっぱり宇宙人だよね。なるほど、なるほど。いや、ネアちゃんそこで納得しちゃダメだよ。お化けだったら夏ってわかるけど、宇宙人の季節なんてあったかしら。あまり夏ってイメージないよね。そうかな。で、ネアちゃんは宇宙人はいると思う？宇宙人さんは、います。お、随分きっぱり言い切ったね。そして、地球にもいるだよ。ネアちゃんいきなり攻めた発言。ネアちゃんオカルト心、ロマンをわかってる。どうしてそう思うの？だって私、持ってるだもん。え？持ってるって？ふふふ、宇宙人さん、つまり、エイリアンさん。ピオネアマスキプラ、エイリアンちゃんなのです。まさかのハエ取り層？なるほど、おかしいと思ったわ。あらゆる話題からハエ取り層に持っていくネアちゃんのスキル、ある意味才能かもね。どや。ということで、今日はせっかくだからハエ取り層、エイリアンちゃんを紹介しようと思うだよ。せっかく今日はオカルト談義をしようと思ったのに。このチャンネル、食虫植物 TV だからね。それは無理よ。それでは早速紹介していきましょう。でもエイリアンってどんなハエ取り層なのかちょっと気になる。なんかちょっと怖いネーミング。名前からして不気味だよね。まさか映画に出てくるエイリアンみたいな凶暴なハエ取り層なんじゃ。ちょっと霊夢さん、脅かさないでよ。そうそう、そんなことあるわけないよ。あはははは、は、だよねだよね。って。来たー。ひゃー、本当にエイリアンみたいなのがいる。ハエ取り層に混じって明らかにハエ取り層じゃない見た目の生物がいるよね。ネアちゃん、もしかしてこれがエイリアンなの？ふふふ、そうなのです。これがビオネアマスキプラ、エイリアンちゃんだよ。これが。なんか思った以上にエイリアンって感じの見た目をしてるわね。ね、ぴったりのお名前でしょ。なんだかハエ取り層が不気味に笑ってるみたいで植物には見えないね。まさに RPG とかに出てくるモンスターって感じの見た目。こんなハエ取り層が実際にあるんだね。このビオネアマスキプラ、エイリアンちゃんは、2008年にオランダのカーニフローラさんっていう業者さんによって最初に作られた品種みたいだよ。オランダ生まれなの？見た目の割に、おしゃれなところで生まれたんだね。エイリアンなのにオランダ生まれ。エイリアンとは？あら、エイリアンって、外国人っていう意味でも使われるのよ。つまり私たちから見たら、エイリアンでも間違いないということかな。でも、お名前の由来は、映画のエイリアンさんに似てるということからみたいだよ。あ、やっぱりそうなんだね。ハンス・リューディ・ギーガーさんがデザインしたという、有名なあのシリーズよね。この口なんか確かに、エイリアンさんそのまんまだもんね。お口もそうだけど、このアーチ型の長い頭からも連想して、名付けられたみたいだよ。見れば見るほどエイリアンに見えてくる。トラップの大きさも今はだいたい 3.5 センチだけど、最大で5センチくらいの大きな捕虫用になるんだよ。5センチにもなるの？ハエ取り層の大きさの基準がよくわからないわ。5センチって大きいの？4センチ超えたらなかなか大きくて、5センチはすごく大きいだよ。抽象的すぎる大きさの表現。確かに怖いハエ取り層だけど、思えば私、前にも似たようなハエ取り層紹介された気がするよ。え、前にも似たようなハエ取り層？そういえば、前にも動画でジョーズスマイリーさんを紹介しただね。あ、そうそう、この不気味なハエ取り層。え、いつの間に紹介してたの？すごく見た目が似てるんだけど。似てるけど、またちょっと違う品種なのです。エイリアンさんはジョーズスマイリーさんと比べると、緑色が強い印象があるだね。ジョーズっていうくらいだから、向こうがサメでこっちがエイリアンかな。ジョーズ VS エイリアン、Z級映画とかでありそう。まあ、どちらにしろ、見た目通り怖さが感じられる名前のハエ取り層ね。
指とかを口に入れたら本当に噛まれそうだもんね。危ない、噛まれちゃう噛まれちゃう、危ない危ない。何遊んでるの霊夢さん。うふふ、前からこれ一回やってみたかったんだよね。大丈夫大丈夫、本当に噛んだりしないから安心してください。あくまでハエトリソウなんだからそりゃそうよ。ほら見て、口の中に虫を食べた死骸があるわ。こんな形の捕虫ヤムでも一応虫さん食べられるんだね。ちょっと意外だよ。私もこの子が虫さん食べてるところは見たことないけど、お口の中に潰れた虫さんの死骸があるということはちゃんと食べられるみたいだね。せっかくだからこのハエトリソウが口を閉じるところ見てみたいな。この形でどんな感じで閉じるのか気になるところだね。噛み合わせは大丈夫なのかしら。うん、ちょっと繊細な品種だからあんまり閉じさせたくないんだけど、今回は動画撮影してるから記念に閉じさせてみるだよ。わいわい、待ってました。そうそう、記念記念。やっぱり口が閉じるところがハエトリソウの醍醐味ですものね。それじゃあ閉じさせてみるだよ。あ、あれ、え、閉じないの？どういうこと？そんなわけないよね。前に紹介したワーウルフさんと違ってちゃんと歯が閉じるための感覚もあるみたいだし。そうだよ、ちゃんとセンサーはあって触ってるだよ。センサーを触ってるのにハエトリソウのお口が閉じないなんてことあるの？葉っぱが古いのかな。仕方ないから他の葉っぱのお口を閉じさせてみるだよ。あれ、これも全然閉じないね。おかしいだよ、他の葉っぱも触っても全然閉じない。一体どうなってるの？どうやらエイリアンちゃんはワーウルフちゃんと同じくお口が閉じられないハエトリソウちゃんみたいだよ。え、前に紹介したワーウルフと同じく？ハエトリソウなのに虫を取れないってこと？それってつまりハエトレナソウなのです。まさかここにもいたハエトレナソウ。こんないかつい見た目をしてるのに、ビジュアル的には食人植物感満載なのにそれどころか虫も食べられないなんて。エイリアンちゃんは見た目とは裏腹に虫さんも食べない心の優しいハエトリソウちゃんということだよ。優しいのかな。あれ、でもさっきお口の中に潰れた虫さんの死骸があったわよね。あ、そういえばあっただよ。あれはどうやって食べたのかな。とにかくこのエイリアンちゃんも面白いハエトリソウちゃんでしょ。まあ疑問が残るところはあったけど、インパクトのあるハエトリソウであることには間違いないね。育て方は普通のハエトリソウと一緒なの？この子は普通のハエトリソウちゃんよりもちょっと繊細で遮光強めで栽培した方が大きくなりやすいみたいだよ。こんな見た目なのに虫を食べられなくて繊細っていうとなんだか可愛く見えてくるのもわかる気がするよ。ギャップ萌えってやつかな。まあわからなくもないけど、このエイリアンちゃんはヒーローズピッチャープランツさんで2000円程度で販売されてるのです。興味がある方は概要欄にリンクを貼っておくのでチェックしてみてね。2000円、思ったよりお手頃価格ね。こんな珍しい品種で大きな株なのにお安い、これはついつい欲しくなっちゃうね。私も買ってみようかな。ということで今回はディオネアマスキプラエイリアンちゃんを紹介しました。私たちはこんな感じで食虫植物動画をアップしてるので、食虫植物にちょっとでも興味がある方はぜひチャンネル登録とベルマーク押してねだよ。面白いと思ったらグッドボタン、コメントもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はあ、今日は宇宙人について語れると思ったのに。だから無理だって。